どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回ゲスト登場です。はい、奥さんハニーの登場です。小杖さんどうも。今日は小杖さんからですね、どえらい質問をいただいておりまして、何でしょうか。普通に歌おうと思うんですけど、その時に何ていうのかな、最初の曲コードからちょっと気持ち全然沿ってない雰囲気を持ってて歌おうとすると、もう起き出しキーが違う。一言で言うと、歌おうと思って弾いて歌うんだけど音程が合ってない。つまりすっとんきょうなとこから最初の音が始まっちゃうってことで、要は最初の音が取れないってことですよね。音痴ではないんですけど、なんか弾いてみたら、あれ私違くないと途中で気づくってわけだよね。で、よくね、ハニーがこう弾いてるとですね、あれちょっとそれ違うよっていう、例えばこんな感じです。踊るポンポクリで言うと、例えば普通だったらね、なんでもかんでもみんなってなるのに、彼女が不意に弾くと、なんでもかんでもみんなと、こう、ちょっとなんかね、こう、でもその、メロディー自体は合ってるんですけど、このコードとこのメロディーラインのこのが合ってないっていうかね。で、あれとか言ってそういうことが多いです。で、よくよく聞いたらですね、そういう方めちゃくちゃ多いということで、で、どうしようかってこう、今日はそのね、最初の音が取れない人への動画を撮っていきたいと思います。で、一応、この動画初めて見た方、私はね、このちっちゃいウクレレで音楽が簡単にできるように YouTube 撮ってる。ウクレレ YouTuber ですよ。はい。ウクレレのことちょっと気になるなと思った方、ここにリンク貼っておきますので、ここでウクレレの練習を始めてください。すぐ弾きますからね。はい。そんなことを差し込みつつ、じゃあ早速行こうと思うんですけど、今ちょっと試しにね、この、私がこう出している簡単ウクレレのソングブック。この中の曲をちょっとなんかやってみたら、この曲がありますね、これ。ん？あ、違った。こっちだ。海の声ね。これ、映るかな？はい。この曲をちょっと彼女が今弾いたらね、面白かったんで、ちょっとやってみましょうか。はい、じゃあ、お願いします。はい。やばいですね。もうちょっと、いいですよ。これはですね、なんでこうなっちゃうかっていろいろ考えたんですけど、例えば、私は何をしてるかっていうと、最初にね、最初 C から始まります。まあ、ここコード乗っていこう。C と G7、AFC なんですけど、そうするとね、私はですね、これを聞いただけで、空の声がって、わかるんですよ。でも、どうもその1音聞いただけでは、彼女はそれわからないということが、だんだん研究の結果分かってくるようになりました。で、ちょっといろいろ試してみたんですよ。そしたらね、一個すごい効果的な方法がありました。それはですね、ここに楽譜があるじゃないですか。で、ここの今 C の最初のコードだけを弾いてキーを確認して歌い出すんですよね。そうすると今みたいにちょっとずれちゃう。で、じゃあどうしようかということなんですけど、ちょっとね、昨日このこっからここまでの一行を最初に歌わずに弾いてみようっていう方を実験をしてみたんです。で、ちょっとやってみてもらっていいですか？はい。じゃあ、歌わなくていいからね。はい、どうぞ。はい。なあ。どうぞ。カウントしてくださいね。ワン、ツー、スリー、フォー。そう、このコードを聴くんですよ。弾いて歌えそうだったらどうぞ。ワン、ツー、はい。お、来た来た。女子にはちょっとキーが低いね。上だと高い。見ました皆さん。これはですね、こういうタイプの方は、音痴ではないんですよ。だから最初の音が取れないだけなんですよね。で、これでね、みんなにね、わーって、例えば、
みんなでやってる時にこういうことが起こっちゃって、うん、あのうわ音痴だとか言われると、それでうわ私って音痴なんだっていうふうにそういう人がいるんですけど、違うんですよ。最初の音がただ取れてないだけなんですよ。だからあの私ぐらいの達人とかちょっと慣れてくる方はこの一番最初のコードを弾いてその歌のメロディーを想像すると大体こうたどり着けるんですけど、なんていうのかな、その感覚がまだねこう育ってない方は長く弾いてみるんです。歌わずに、ここで分かんなかったらここまで弾いて頭の中で何となく探るんですよね。そのぐらい、余裕を持ってこう最初の音を探すっていう感じでいいと思いますよ。でね、もうプロではないわけです。皆さんね、ステージに立ってこうパッとやれってわけじゃないですから、こう最初に十分こう弾いて、あこのメロディーにって分かったところでこう、って最初に歌のねコードと自分の声を確認してからやる、これがポイントでございます。だから音痴というのとちょっと違うって、そのメロディーを探し出す能力がまだ分かんないということでございます。なんで、今これいい題材で、昨日はね、あれやったんだよね。I can't stop the loneliness 答えきれずってやったら、その最初の音が取れなかったんですけど、やっぱ一列、コードだけ弾いてみたら、あーって最後の方になってやっとその掴めるというか、そういうことがね結構多かってね。そうで、あのこのトラブルは結構ね、うん、多いんですよ皆さん。なんでまずあの一人でやるときはもういいでしょ、別にどんだけやって分かったところまで弾いてからそれをなんとかこうで、これはね声能力で伸びてくるんで、分かんないなと思ってなんか歌っててあれなんか気持ち悪いなと思ったら、歌わずにコードをちょっとしばらく弾いて掴む、ここがポイントです。でこれをまあ確認した上で、今日はちょっとゲームをやってみようと思うんですけど、皆さんドレミファソラシドっていう メロディー分かります？こうです、このメロディードレミファソラシドっていう風にあるんですけど、これっていうのはあのキーってあれよく言うじゃないですか、キーが変わると、例えばドレミファソラシドだけどちょっと変えるとドレミファソラシドドレミファソラシドって、そのスタート時点によってこのメロディーがまあ変わっていくんだけど、そこのメロディー自体は変わらない、これを言ってるわけですよね。つまり、まずね、じゃあいいですか、今1弦の3フレット押さえてますけど、こっからドレミファソラシドを始めるとドレミファソラシドってなりますよね、ってなりますよね。はい、ここ OK ね。じゃあ適当にパッと触ります。じゃあ2弦の2フレットに、今2弦の2フレットを押さえ、こっからドレミファソラシドっていうメロディーを言ってみるんですよ。ドレミファソラシド、どこでもこのメロディーラインとしてはこれは成立するわけでしょ。だから本当はドっていうのは C なんですけど、こういうの無視してね、はい、メロディーラインだけの考えで、じゃあ次は1弦の1フレットを押さえましょう。皆さんどうぞ、ここからドドせーのナナナナナナシド。じゃあ次は3弦の4フレット、ドレミファソラシド。次は2弦の開放弦いこうか。あ、同じだぞこれ。ごめんごめん。じゃあ2弦、あ、じゃあ3弦の2フレット。ドレミファソラシド。これが結構トレーニングになるんですよ。で、パッパッとこのスタートの音を変えていくわけですね。じゃあ1弦の1フレット。ドレミファソラシド。すごい。だからこういうトレーニングして、このドレミファソラシドレミファソラ、あ、これ一緒の音だ、ドレミファ、こういうこともゲームとしてやって、その音をこう掴む感覚をね。あともう一個面白いことやりましょう。例えば踊るポンポクリンでやると、例えばね C から始まりますね、ガズレレバージョンだと。なんでもかんでもみんなってやった直後に F を弾いてみるんですよ。F を弾いて、こっから始めてみるの。なんでもかんでも。とはこういうゲームをしていくわけです。じゃあ次は A っていうコードがあります。これを聞いて、最初の音言える。そうそうそう。なんでもかんでも。ほらほら、慣れてきた。次はじゃあ、ガズレレでは G7 ですけど、今日は G っていうコード弾く。はい、これで。なんでもかんでも。これです、これ。コードを変えて最初の音だけを探し当てるゲームをしていくわけですよ。皆さん。その経験値がその音程を探る能力をこうドンと上げるわけですから。これは今日は相当お役立ちの。もううちの奥さんもこれからもうね、安心ですね。もう、
なんかなんていう、嫌な気分はしないですよ。そのキーを外した演奏っていうのも私はもう大好きなんですけれども、やっぱどうせだったらね、こうピタッとあった方が、まあより気持ちがいいと思います、まあね、確かに。でもね、ガズレレ必須コードっていうか、このいつものガズレレコードでやると、例えば男子は高くて歌いづらいとか、女子は低くてとか高くてとか、キーっていうのがやっぱ存在するんで、誰しもがに合うってことはまあないんですけど、まあ大体なんとなく分かってると思いますけど、とにかくそれでもね、合ってる、ずれてるっていうのは感知できた方がいいと思います。今日でもよかったらカメラ回しながら、なんかすごくそれが再現できたんでよかった、いい感じができました。はい、まあなんでそういう風にだからゲームやってみる。で、例えばさっきさ、1音どこでもいいから始めるって言ったでしょ。それで例えば今2弦の2フレットを押さえたでしょ。で次ドドからドドレミファっていうこの音が分かんなくなっちゃったら、見て、1個最初のスタートの音から1個開けて次が次の音です。ここまで来たらなんとか分かるよね。1個開けて次と1個開けて次。例えば1弦の5フレットだったら5、7、5、7、9ってことか。こういう風に3つぐらいやると、ノレミーってわかるけど、最初の音聞いたらわかんない。じゃあ、例えば3弦の0フレット開放弦だとすると、ドレミ、ド、1個開けて2フレット、1個開けて4フレットで、そのメロディーのこう、きっかけがつかめるという風に、ちょっといろいろ工夫してやってみるのがいいと思います。深いですね。ということで、今日はこう、ゲストに登場していただいてもらって、やっぱりこういうね、一人で喋ってるので、今の分かりやすかったですよね。もう見事にああいう気持ちよくこう外していただいて、もう感謝するって感じなんですけど、いや、ああいう人が今のやるだけでこう、分かる。だから、そう、だから整理しますよ。まずは、やりたい曲でなんか合わねえなと思ったら、もう自分が掴めるとこまで、コードだけ弾いて、なんかそれ全体像掴んでから、歌ってみるっていうのが一個。で、そういうのが、なんとなく、あ、なるほどって思ってきたら、どっか適当に押さえたところから、ドレミファソラシドというメロディーでやってみると。こういうこと。あともう、次のステップは、一つの曲を、コードを変えて、スタートの音を変えていく。例えば、この海の声も C から始まると。空の声がって C からでしょ。次 F にすると。ガズさんでさ、こうやって迷うわけですからね。そう、じゃあ G でやると。こう。空の声がってこういう風に。ね、ガズさんでもパッとコード変えたら最初の音つかめないんですから。これはやっぱ慣れと、こう感覚を伸ばすってことです。はい。この3つかな ?4 つだっけな、まずこう、キーポイントがいくつかありますんで、それを整理して、皆さんウクレレでどんどん音楽を楽しんで、やっぱ歌うのがね、大事ですからね。心込めていろいろ歌っていきましょう。小杉さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと皆さんお知らせです。カオレレフェス開催したいので、皆さんちょっとご協力ください。このカオレレフェスというのはね、夏にね、ガズレレウクレレでイベントなんかやろうよっていう時に、うまい下手のコンテストじゃなくて、こう音楽を本当に楽しんでるか、もう表情で豊かでこう、にじみ出てくるものあるかみたいな、そういう観点で面白いこう、イベントやろうということで、立ち上げた、企画があるんですよ。ちょっとこの辺の詳細のこと、ここにリンク貼ってくるんで、ぜひとも見て、皆さんどんどん振るって応募ください。ここに詳細書いてありますからね。待ってますよ。そしてお知らせなんですけど、こちら、ガズレレプロデュースのこのリュックサックです。これ、ウクレレケースなんですよ。ここにプリント入ってる。これね、コンサートサイズまで入るウクレレケースで、これね、リュックサックにもなるけど、ここにもハンドルついてる。横にも持てるんですよ。で、開けると、こういう風になってて、こういう楽器用のね、分厚いクッション材が入ってて、ポーチが2つついてます。こっちちっちゃいポーチはチューナーとか入れたりとか、こっちの大きいポーチはカメラの三脚とか、これね、譜面台も入ります。これを使って、こう、中でね、こう動くのを防止したりとか、いろいろといい機能が満載のこの大ヒットリュックサック、残り少なくなってますんで、これ概要欄でチェックしといてください。あと引き続きまして、この本。リットミュージックのこのシリーズ、今3冊の本が、出てるんですけど、こちらの緑の方はこれ見て、赤いニューエディションっていうのがありまして、これ中身ちょっと変わったんですよね、最近。はい、これがもう累計12万5千部の突破のもので、大ヒット商品になっているのに加えて、7月にはこちらの本、これの最新刊がまた出ますよ。この本のことも概要欄にありますんで、チェックしておいてください。その他にもガズレレではいっぱいね、グッズがあります。この使ってる、ストラップだとか、キャップ、T シャツ、
夏になったらこの T シャツめちゃおすすめ。あとトートバッグとかいろいろあるんですが、この水引きもね、この水引きはガズの両親が一本一本手作りしてるやつなんで、これもおすすめです。この楽しいね、ガズレレグッズでさらに楽しいウクレレライフお楽しみください。それでは本日はガズレレ YouTube 動画見てくださってありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。